皆様、こんにちは。秘書検定3級パーフェクト対策講座担当いたします。鳥谷瀬尾と申します。どうぞよろしくお願いいたします。秘書検定3級パーフェクト対策講座。 本日、第1回目となります。はじめに、講師の自己紹介をさせていただきます。レック東京リーガルマインドにおきまして、遺書検定、そして話し方、えー、コミュニケーション、スピーチの講師をしております。一般社団法人あがり症克服協会代表理事、 一般財団法人日本能力開発協会心理カウンセラー株式会社スピーチ塾代表取締役 NHK カルチャー他全国の話し方教室の講師をしております元々は名古屋市役所で名古屋市長の秘書4年議員の秘書4年トータル8年の秘書実務経験がございます 秘書検定は2004年に3級と2級を取得しております。現在の活動といたしましては、全国各地の自治体や企業、大学や専門学校におきまして、約20年間にわたり、年間200回以上のマナーや接遇、話し方やスピーチに関する講演活動を行っております。 これまで受講いただいた生徒さんは7万人を超えます。企業研修では、トヨタグループや富士通株式会社様のマナー接遇研修や、大学や専門学校においての就活支援、面接指導も多数行っています。著書といたしましては、6万部超えのベストセラー、人前で上がらず話せる方法ほか、 話し方やスピーチ、接遇に関する書籍、DVD を、えー、累計18冊、えー、20万部以上を出版しております。朝市や午後生など NHK を中心としたテレビ、ラジオの出演も多数ございます。続きまして、ガイダンスです。遺書検定とは、 本講座につきまして、使用テキスト、受験ガイドと審査基準についてお話ししていきます。まず、秘書検定とは。秘書検定はここ数年、年間のべ約16万人の方が受験しています。秘書はかつて多くは専業職でありましたが、近年は IT の発展により、役員などでも自身で情報管理ができるようになったため、秘書技能はビジネススキル、ヒューマンスキルと考えられるようになりました。秘書検定を通して秘書技能を身につければ、社会常識や対人能力を身につけることができると考えられています。 遺書検定3級は、いわば、初歩の社会常識。上司の指示はどのように受ければよいのか、言葉遣いはどのようにするのがよいのかなどを、遺書検定を通して学ぶことができると言えます。続きまして、本講座のカリキュラムです。 本日は第1回目といたしまして、ガイダンスをご説明した後は、第1章、必要とされる資質、第2章、職務知識についてしっかりと学んでいきます。第2回目は、第3章、一般知識、第4章、マナー、接遇について習得していきます。第3回は、第5章、 技能についてしっかりと学び習得していきます。第4回は、秘書検定直前対策といたしまして、受験ガイドや回答の仕方と留意点、要点整理や模擬試験を行ってまいります。全4回のカリキュラムで、秘書検定についてしっかりと習得してまいりましょう。 使用テキストと学習方法です。ご覧の秘書検定3級クイックマスターを使っていきますので、お手元にご用意ください。その他参考テキストといたしまして、秘書検定3級集中講義、秘書検定3級実問題集を使っていきます。受験ガイドです。 秘書検定には、1級、順1級、2級、3級があります。3級は、理論と実技に分けられ、1、必要とされる資質から5問、2、職務知識から5問、3、一般知識から3問、4、マナー接遇から12問、5、 技能から10問、合計35問出題されます。合格基準は理論実技とも60%以上です。3級は筆記試験のみで、9割がマークシート方式で、1割が記述式です。試験時間は110分です。 試験日は原則として毎年2月、6月、11月です。その他詳細はクイックマスター3ページ及び実務技能検定協会ホームページでご確認ください。なお、この受験ガイドは第4回でも詳しくご説明いたします。 秘書技能審査基準です。3級では、初歩的な秘書的業務の理解ができ、2級に準じた知識があり、技能が発揮できるとされています。本日は第1回ですので、1の必要とされる資質、2の職務知識について学んでいきます。その他の領域内容はご覧の通りです。 それでは早速第1章、必要とされる資質に入っていきましょう。セクション1、秘書の心構え。セクション2、秘書に必要な条件です。セクション1、秘書の心構えです。秘書検定3級クイックマスターでは、 8ページに記載がありますので、合わせてご覧ください。レッスン1。社会人としての自覚と心構えです。社会人、職業人としての基本資質です。組織の中での仕事は、単独で完結するものではなく、様々な人が関係して進められています。 ある人の仕事が遅れれば、関係する仕事全体に支障をきたしてしまいます。よって社会人、職業人としては、次のような基本的な資質が求められます。まずは責任感です。最後まで責任を持って仕事をやり遂げることです。仕事には期限や予算などの制約があるため、指定された条件の中で仕事をする責任があります。 次に協調性です。組織の中での仕事はチームワークが重要です。上司、先輩、同僚、その他の関係者と協力して進めていくには協調性は不可欠です。次に正確性です。指示を守りミスのない仕事が要求されます。次にコスト意識です。 余分な費用や時間がかからないように、効率的に仕事を進めていくことが大切です。続きまして、マナーを守るです。会社では価値観も性格も違う様々な人が仕事をしています。秘書は誰とでも等しく付き合うことが求められます。次の点に注意して、基本的なマナーを身につけましょう。 挨拶やお辞儀は欠かさず、誰にでも礼儀正しく接しましょう。丁寧な言葉遣い、適切な敬語を使いましょう。情景関係をわきまえ、折り目正しい態度で接しましょう。自己管理、自己啓発を心がけましょう。 職場で生き生きと働くためには自己管理が欠かせません。また、職業人として成長していくためには、与えられた仕事を単にこなすだけでなく、積極的に自己の能力向上を図り、仕事の質を高めていくことが大切です。そのためには常にベストな状態で仕事をこなすために、健康管理に心がけましょう。 時間管理、金銭管理はルーズにならないよう注意します。現状に満足せず、常に能力を高める努力をしましょう。自分の仕事をある程度マスターした後は、関連の業務を理解し、より高度な仕事に取り組みましょう。 出社から退社までの日常のマナーです。こちらの項目はクイックマスターに載っているところはないのですが、え重要なところだと思いますのでえ、押さえておきましょう。出社時、退社時の挨拶です。衣装は上司より早く出社するように心がけましょう。上司が先に来ていた場合は、 上司の席まで行って挨拶をしましょう。上司が退社するまでいるのが望ましいですが、先に退社する場合はお伺いを立てましょう。退社する際は上司に挨拶をし、残っている人にもお先に失礼しますと声をかけます。遅刻をする場合の対処です。 家庭の事情などでやむを得ず遅刻をする場合は、帝国前に必ず電話連絡をしましょう。出社したらまず上司に詫び、事情を説明し、ついで迷惑をかけた人にもお詫びを申し上げましょう。外出する際は原則として上司の許可を得ます。 おおよその記者時間も伝えましょう。郵便局や銀行など、他の人も用事を頼む可能性がある場合は、周囲にも声掛けをしましょう。外出先から戻ったら、ただいま戻りました、と報告します。一人では仕事が終わらないときは、手伝いを頼んでよいか、必ず上司の許可を得ましょう。 そして上司の指示は絶対です。先輩や同僚のお手伝いをしているとき、上司の指示があれば、それを優先します。続きまして、レッスン2です。補佐役としての秘書です。上司が本来の仕事に専念できるように、 上司の周辺雑務など細かい仕事を引き受けるのが秘書の役目です。そのためには次のような心構えが必要となります。秘書の仕事は上司が本来の仕事に専念できるよう周辺雑務を引き受けることです。秘書は裏方であることを自覚し、目立った行動や服装は慎みましょう。上司の指示内容を勝手に判断せず、 上司の指示通り実行します。上司をよく理解し、上司の意向に沿って動きましょう。上司の私的な補佐や身の周りのお世話についてです。上司の健康管理に気を配り、主治医への連絡方法など緊急時の手配を心得ておきましょう。車の手配やお茶、 お食事のお世話など、日常的な気配りが求められます。暑い日に外から汽車した上司には、冷たいおしぼりやお飲み物を出すなど、状況に応じた気配りが必要です。そして、上司の私的観光葬祭のお手伝いや、家族との連絡といった私的事務も快く引き受けます。